去年の夏はとても暑かったから今年は花粉が多いそうですよ。花粉アレルギーの話をクラスメイトに聞きました。日本は3月になると杉の花粉がたくさん飛んでみんな目がかゆくなったりくしゃみが止まらなくなったりするそうですね。ええー。去年の夏はとても暑かったから 今年は花粉が多いそうですよ。花粉アレルギーの話をクラスメイトに聞きました。日本は3月になると杉の花粉がたくさん飛んで、みんな目がかゆくなったり、くしゃみが止まらなくなったりするそうですね。